皆さん、こんにちは。アップタイプとミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はすごく今更なんですけれども、こちら G3、Zoom G3 のご紹介をさせていただこうかなと思います。もう発売から半年以上経っているんですけれども、未だに、紹介動画を作ってくださいみたいなリクエストをいただきますので、ご紹介させていただこうかなと思います。再生環境としては、こちら、ローランドの AC33 と G3 と、おなじみのこちら、おなじみのビル・ローレンスじゃなくてバンザントで、いろいろ弾いていこうかなと思います。ちょっとこう G3 買おうかななんて悩んでいる方の参考になれば良いかなというような感じですね。もう発売から半年以上経っているせいか、結構安くなってますし、僕が買ったときはほぼ定価だったので、2万3千何本出したんですけども、今はもうだいぶ安くなって、確か1万5000円くらいから買える気がします。ぜひ考えてみてください。っていう、Zoom の回し物みたいな発言をしてみたり。で、とりあえず弾いてみる前にですね、Zoom G21NU との違いを説明させていただこうかなと思います。僕がいつもお勧めしている Zoom の G21NU というエフェクターがあるじゃないですか。それと G3、何が違うねんって思っている方もすごく多いみたいなので。まずそこから解決してみましょう。ですね、まず G2 の場合、このですね、なんかこうオーダーシートみたいなのをイメージしてみてください。G2 の場合はそのオーダーシートみたいなのがすごいたくさんあるんですよね。けど、たくさんあるけれども、それぞれのこのオーダーシートはですね、オーダーできるものが決まっていて、歪み、空間系、で、あと EQ とかリバーブとか、ディレイとか、ディレイ。それぞれのこのシートに歪みどうしますかって聞かれているので、歪みはじゃあマーシャルっぽいやつでお願いします、フェンダーっぽいやつでお願いしますっていろいろ注文する。空間系どうしますか、じゃあコーラスで、じゃあフランジャーでとか。EQ どうしますか、あ、使う、使う、こんな感じの設定で、リバーブどうしますか、あ、じゃあホールでみたいな感じで作り込んでいくと。で、この、ね、ユーザーさんがいろいろとこう一つ一つのオーダーを埋めていって、で調節をしたりとかして、一つ一つの音色を完成させていくと。それが基本的な流れになります。歪みとか空間とか EQ とかリバーブとかディレイとか、いろいろとこうあるんですけれども、特徴としては、歪みの注文は1個しかできないということです。なんとかなんとかのアンプモデリングしてって言ったら、その時点で終わり。オーバードライブのコンパクトエフェクターシミュレートしてって言ったら、それで終わり。2つ以上はもうできないんですよね。その代わり、この注文がたくさんできるというような感じです。けど、この順番もあと変えられない。ちょっとどんな順番か忘れてしまいましたけれども、ギターから歪みを通って空間に行って EQ 行ってっていう、この順番は変えられない。というのが G2 の特徴。それに対して G3 は、このオーダーできる数、数量がですね、3つしかないんですけど、3つしかないけれども、どんな組み合わせもできるんですよ。歪み、歪み、歪みでも OK だし、EQ、EQ、EQ でも OK だし、空間系、空間系、空間系みたいな、コーラス、コーラス、コーラスみたいな使い方もできる。そして、ギターからアンプに行くまでのこのエフェクターが通る順番ですね。順番もいろいろ変えられたりとかするので、ちょっと自由度の幅が違いますよね。方向性 ?G2 の場合は、なんかこう、縦に自由度が高いとするならば、G3 は横に自由度が高いみたいな感じですかね。またこれ、言い方を変えてみたりすると、Zoom の G3、こちらを買うとですね、この中に107種類のエフェクトが入っているんです。G3 1個買うと107個のエフェクトがもらえちゃうぜ。やった、お得だね、うれしいって、まあ、そういうことです。けど、その107個のエフェクターがあるんですけども、その107個のエフェクターを動かす電池は3個しかないんです。107個から選び放題でこう並べ放題なんですけれども、3つしか使えないですよね、同時に。電池が3個しかないから。そういうふうにイメージしていただけると、だいぶ違いは分かりやすいかなと思います。うん、電池。で、まあ、G3 の CPU の都合上、その処理の重いエフェクターは、エフェクトを2つとか3つとか組み合わせられなかったりするんですけども、まあ、基本的に大抵いけます。
アンプのモデリングとか処理が重いものに関してはちょっとできない傾向はあるんですけれども、大体いけます。なんとなく違いは分かっていただけたでしょうか。これが、まあ、ツールと G3 の僕なりの大きな違いかなと。まあ、中のエフェクターの、ね、使い心地だったりとか、種類だったりとかも違うんですけれども、僕としてはさっきのこのエフェクトの組み合わせの話が一番大きい違いかなと思います。それでは、ゴタクはその辺にしておいて、鳴らしていってみましょう。まず最初、紹介する組み合わせは、ボックスのアンプとオーバードライブとリバーブって感じですね。先ほど20分、30分でちょっとパッチをいくつかバッと作ってみたんですけども、一つ一つ鳴らしていってみたいと思います。まず真ん中のこのボックスコンボをオンにすると、どうだ ?AQ 動作のコンボアンプ AC30 のモデリングサウンドです。とのことで、AC30 っぽい音が出せちゃうぜ。うわお、まあ、ボックスから AC30 っていう有名なアンプが出てるんで、それの音がするわけです。それっぽい音がするわけです。鳴らしてみると、こんな感じ。ちょっとチューニングしていいですか。こやつか。ちょっと1、2、3弦のチューニングが気になる。失礼しました。まあ、こんな感じの音。もちろん歪みの量とかも調整できるので、ゲインをがっつり上げれば、こんな感じで、まあ、ボックスっぽい歪みの音がします。こんな感じ。でもちょっと今回はクリーンっぽく、とりあえず設定をしておいて、で左側にはオーバードライブを持ってきました。オーバードライブ。世界で初めてオーバードライブの名を冠したコンパクトエフェクター、ボス OD-1 のモデリングです。とのことで、これ単品だとこんな音。ちょっとまあボケた感じですけども、でも OD-1 ちゃ OD-1 っぽいですね。で、これを組み合わせると。ボックスと OD の組み合わせでちょっと音量を下げます。Yes。こんな音が出来上がるわけですね。G2 だとその歪み、っていう組み合わせはできないので、歪みの項目、横断のところにボックスって言ったらもうそれで終わりだし、オーバードライブで言ってはそれで終わりだし、けど G3 ならではの組み合わせっていうことです。みたいな感じの音。で、まだ一つエフェクトが余ってるんで、ここにリバーブをちょっと突っ込んで音色が完成っていう感じですかね。このちょっと残響音が出るじゃないですか。これでまあ深みを持たせると。そうすると、もうステイゴールドはいいか。次の職人行ってみましょう。なんでハイスタやねんって感じですね。
その次は真ん中に BG クランチということで、これメサブギのことですね。メサブギのシミュレートを持ってきて、で、左側にガバナーっていうマーシャルの歪みのエフェクトがあるんですけど、それを持ってきました。BG クランチ、メサブギのコンボアンプ、マーク3のクランチサウンドです。で、ガバナーは、マーシャルの歪み系エフェクター、ガバナーのモデリングです。まんまですね。鳴らしてみましょう。クランチ。まあ、全然クランチじゃないですよね。ごっつい歪んでて。こんな感じの音。で、この BG クランチにガバナーを付け足すと、さらにがっつり歪んで。音量をまた下げます。こんな感じの音色になるわけです。でも、このままだとすごいもうノイズが激しいじゃないですか。なので、この余っているところに、ノイズリダクションといって、ノイズを切る装置を突っ込んであげて、ノイズを遮断すると、ね、すごい差っすよね。このノイズ天国ぶり。これを切っちゃうと、わお、ノイズ天国だぜ。けど、入れると、すっきりこんな感じです。心置きなくイングベイができるわけですよ。本が。ごっつい歪みも作れちゃうぜ、ふふと。これもさっきと同じような感じで歪み2つ重ねてるんで、G2 では無理な組み合わせっていう感じですね。次行ってみましょう。次は左側に、MS クランチっていうことなんですけど、マーシャルのアンプをシミュレートしたやつだと思うんですけれども、それを持ってきて、MS クランチ。数々の伝説を生み出したマーシャル1559のクランチサウンドです。で、真ん中にテープエコーという、まあ、ディレイみたいなものですよね。を持ってきて、で、右側にリバーブを持ってきて、この数々の伝説を生んだ1959は、こんな音。これに軽くディレイをかまし、さらにリバーブをかまして奥行きを出すと。お、ディレイうざ。ちょっと切っちゃいましょうか。せっかく入れたけど。リバーブも少し抑えめにして。ディレイももうちょっと抑えればいけるかな。その次は、ザンスライサー。あ、これ元から入ってるやつですね。元から入ってるやつをそのまま使ってるんですけども、左側にザンスライサーという、音を連続的に刻んでリズミカルなサウンドを作り出すエフェクトですっていうやつを、かましてみております。これだけだと、このポポポポポポポってやつですか。真ん中のラックコンプで音を持ち上げて、
で、さらに右側で少しディレイを加えてあげる。音量を上げます。そうすると、こんな響きが。こんな感じの音色になるわけです。まあ、正直、いつ使うんだという話ですけども、こんなのも面白いですね。次行ってみましょう。出た、左側にディーゼルっていうすごい高いハイゲインなアンプをやってみました。独立3チャンネルのコントロールが可能なドイツのハンドメイドギターアンプディーゼル、ハーベルトのチャンネル揃いを使ったハイゲインサウンドです。ということで、もうこれだけですごい偉い歪みます。ほら、すごいノイズ。すごいズグズグ。で、まあ、もちろんこっち側でその、ね、ゲインの量を調整したりとか、あとアンプのモデリングなんで、そのトレブル、ミドル、ベースの設定できたりとか、あとそのキャビ、あのアンプ、音を作る装置と音を鳴らす装置って、まあ、そのヘッドアンプとキャビに分かれるんですけど、そのキャビをね、音を鳴らす装置をどんなキャビにするかっていうのを選べたりするんですけれども、とりあえずなんかこれ適当に選んでます。なんかこう、狙っているわけじゃなく。わぁ、すごいぜ。ハイゲインって面白いですよね。なんか笑っちゃいますよね。みたいな。で、このままだとまたそのノイズがひどいんで、右側にノイズリダクションを持ってきて、ノイズを遮断してあげると、そんな感じの使い方をしてみています。で、真ん中にステレオディレイっていうのをちょっと突っ込んでみて。この音に広がりを出してみたりとかすると、ちょっと割と現代っぽくなるかなと。なんとなく違い分かりますか？これを切ると。入れると、ちょっとなんかこう、空間がなんかこう広がっているような気がしませんか？これ、携帯電話とかからだとあんまり違いわかんないんですけれども、ヘッドホンとか聞いてると結構違うと思います。
このステレオディレイというエフェクトなんですけど、これはまたいいエフェクトですね。面白いですね。音に広がりが出るような感じで。で、その次の音色、ノイズゲートをちょっときつめにかけて、音をぶった切る感じでやったりとかするとまた面白いですね。ノイズゲート、ブースター、で、右側にディーゼルというような組み合わせです。本当、もう音がぶった切られるんですよ。バツバツバツって感じじゃないですか。バツ。ノイズゲートがないとノイズ天国になっちゃうんですけども。音をバツバツさせて、で、ディーゼルの方を超ハイゲインにして。なんてやると、ちょっとこう特殊効果っぽくて面白いですよね。ノイズゲートをきつめに設定しているので、このピッキングの加減でなんかこう、ね、パツ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 ってなんかそういう、なんかとなんかこう切ないじゃないか。なんかこう、心もとない感じの か細いサウンドソーができます。でも加減が難しいですね。サウンドも作れちゃうぜと。次行ってみましょう。次はクリントーンですね。左側にアコースティックシミュレーターを持ってきて。で、真ん中にこう空間系のものですね。なんか軽いホールリバーブみたいな感じなんですけども。持ってきて、少し広がりを持たせてあげて、で、右側にコーラスを持ってきて、さらに広がりを持たせると。なんか、きれいになった感じがしませんか？ちょっと音量を上げます。シミュレーターと空間系、リバーブと、あとコーラス。これ真ん中を切ると、もうちょっとこう狭まった感じになっちゃうんですよね。で、オンにすると、これもまた面白い音色ですね。
で、次が最後になるんですけれども、一番左側にフェンダーのコンボアンプのシミュレートを持ってきて、またクリーントーンを作ってみたいなと思います。FD ビブロ。63年生フェンダービビブ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 ロベビブロベーブビブロバ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 ーブ、ちょっと読み方がわかんないんですけども、フェンダービブなんたらのモデリングサウンドですということです。63年生らしいです。で、これだけ入れると、ちょっとこうね、チューブアンプっぽい、真空管アンプならではの、ちょっとこう、張りのあるサウンドが作ることができます。切ると。ちょっと音量が低いこともあるんですけども、少し出音が薄っぺらくなる感じがしませんか？これ、バイパスの状態。入れると。こんな音。で、これに対して真ん中でマルチコンポを入れて、音量を整えて、で、軽く。ディレイとリバーブで音に広がりを持たせてあげると音色の完成。ちょっと音量を下げます。よいしょ。ん？みたいなこう張りのあるジャズサウンドっぽい音も作れてしまうわけですね。ちょっとこう、もうちょっとトーン絞った方がいいかな。なんてね、UB 層もいい感じで弾けちゃうよというような感じです。まあ、ひたすらなんかこう説明をしながら、説明してるのかしないのかわかんないですけども、なんかこう解説をしながら弾いてみました。ぜひ興味を持っていただけたら、お店さんとかで G3 試奏していただけるといいかなと思います。個人的な感想としては、G21NU の方が初心者向きかなと思います。G3 の方がちょっと中級者というか、エフェクターを知っている人向けかなと。G3 結構自由度が高すぎて、初心者の方だと何のエフェクターを突っ込んだらいいかわかんないんですけれども、そういう方は G2 の方がいいかなと思いますね。逆にその、ね、じゃあこういう音作りたいんだったら、このエフェクターとこのエフェクターとこれこれこういう感じで組み合わせてみようっていうふうな発想が出てくる人だったら G3 の方が良いかなと思います。
まあ、単純に今僕が弾いているのを見て面白そうだなと思ったらチャレンジしてみるのもいいと思いますけども、単純に分けるとしたら G2 版 NE はちょっと初心者向けの人、G3 はエフェクターをよく知っている人向けっていう感じですかね。ちょっとボス関係のエフェクターは全然僕は詳しくないので、ズームだけの話になってしまうんですけども、まあ、もしよかったら、寒い。まあ、もしよかったら参考にしてみてくださいというような感じです。まあ、ちょっと最後にこの G3 の, この僕的な欠点をですね、言わせていただきますと、本当もですね、この107種類にエフェクトの種類があると言ってたじゃないですか。その107種類のエフェクトをここのボタン2つ で, です、ね、選択しなきゃいけないんですよ。なんでこの今 FD コンボが選択されているんですけども、FD コンボからノイズリダクションにしたいと思ったら、これをオラ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 と連打して、ひたすらこうノイズリダクションを探していく作業になるんですよ。これがもとも極めてかったるい。これはなんとかしようと思ってくれなかったんだろうかって思ってしまうぐらいに極めてかったるいです。ちょっと次回なんかアップデートがあるんだったら、これをなんとかしていただけるとすごく嬉しいです。あと、個人的にはオートセーブ機能はすごくいらなかったりとかしちゃいました、僭越ながら。G2 のときはちゃんとセーブしたいときは自分でその、ね、ストアボタンというのをポポッと押して、ね、セーブしなきゃいけないんですけれども、G3 の場合はオートセーブ機能がついています。これは便利と感じるか、不便と感じるかは人それぞれだと思うんですけれども、このちょっとこうパッチを選んでこうエフェクトを変えるじゃないですか。で、こうまた別のパッチに行ったときに、もう常に反映されっぱなしになっちゃうんですよね。結構僕の使い方としては、基本のパッチ、基本的な設定をしてあるパッチをいくつか作っておいて、でその時の、ね、ギターだったりとか、あと気分によってこう少し調整をしたりとかして使っていくというのがメインだったので、こっちだとその基本のパッチを作って、でこう調整したところで、でそれが勝手にセーブされちゃうから、次やるときは、あれ、どんなんだったっけ、最初っていうふうになってしまって、ちょっと不便だなぁなんて思いました。なので、これももし機会があったら、オートセーブをオンオフできる機能をつけていただけるとすごく嬉しいです。という感じでしょうか。でも、まあ、エフェクターの音としてはいい感じですね。今、いろいろ聞いていただいたとおり、いろんな音色が出てきましたけれども、ちょっとこうクランチーの音からで、ジャズ的なウォームなトーン、そしてハイブリッドのハイゲイナーサウンドまでいろいろ出てきます。で、全然紹介しきれてないですけれども、本当もエフェクトが107種類ありますので、まあ、この辺はお店さんとかで実機を手にして、遊んでみていただけるといいかなというような感じです。はい。他何か言うことあったっけかな。ないかな。多分ないですね。あ、最後にこれだけちょっとやってみようかな。なんかですね、歪みでちょっと面白いのがあるんですよ。なんか杉田臭い。この辺か。あった。これ。こんな感じで探していかなきゃいけないんですよね。ああ、しかも今なんかちょっと変えちゃったから、これも上書きされちゃって、次からさっきの音色を使いたいときはまた FD コンポを出さなきゃいけない。あ、すみません、なんかブツブツと独り言言ってしまって。一つ歪みでですね、このリード。明るい音色で滑らかな歪みが特徴のディストーションサウンドですってあるんですけれども、すごい、ズームの9002っていう、すごい昔の、いつなんですかね、ズームさんの初めてのマルチエフェクターがこれなんでしたっけ。なんかこう、いい意味でチープでいい感じですよね。このなんとも抜けの悪い感じ、このモワモワとした感じ、すごい僕、中学生とか高校生の時とかによく聴いてたなっていうか、よく鳴らしてたなっていう感じなんですけども、結構、この動画、今ご覧いただいている方でもなんか、うわ、その歪み方の方が懐かしいなっていう人いませんかね。昔のマルチエフェクターってなんかずっとこんな音ばっかりだったじゃないですか。なんか全部いろいろ選んでみてもなんかどれも抜け悪いみたいな。僕はその中学校高校生の時とかカセットテープの MTR とかを使ってですね、そのまま LINE でこういうマルチエフェクターを通して録音してたので、もう結構こんな音多かったですね。
もうなんか粒立ちすごい悪いし、なんか全然抜けてこないしみたいな、あのドラムのリズムマシーンにもう音消されまくっちゃって、なんじゃこりゃみたいな。うん、懐かしい。この歪みをまた深くすると、さらに何弾いてるか分かんない感じが。音色も入っているよということでございます。ズーム G3、すごいズームの回し物みたいな感じですけども、全然回し物じゃないです。全然これが売れようが、僕は何の得もないんですけれども。まあ、興味があったら、買うこと、購入を検討してみてくださいというような感じです。面白いエフェクトです。いいエフェクトです。良いと思います。それではそんな感じでしょうか。ちょっと長くなりましたけれども、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。それでは、さよなら。Yes.